皆さんこんばんは。今回はアルティメットストーム4、このシリーズの動画を上げるのは久しぶりになるんですけど、リハビリ程度に頑張ってやっていきたいと思います。今回使っていくのはボルトです。相手がナルトなんでちょっとややこしいんですけど、ボルト使っていきたいと思います。 DLC のキャラですね。さあ、ちょっとボタン配置をね変えようと思ったんですけど、まあ当たんねえよな。2人からしょっぱちから奥義を使っていってチャクラが減ってるんですけど、はい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 、来るよな。これちょっとチャクラ貯めておきたい。はい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 、チャクラのね、あの消費と変わり身の消費をちょっと抑えていかないと。これ敵初心者かな。結構変わり身の無駄打ちを俺も敵もやってるんですけど、久しぶりなんで。ちょっと XBOX の方はね本当にラグくて全然、逆にラグいとねいけたりするんですよね。チャクラの、はい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 、チャクラがないのが痛いな。とりあえず1本は取ったと思うから、これ3本選手だと思うんですよね。足食った、危ね。最後奥義で決めたいけど、あんまりあれだな、わがまま言えないな。ちょっと次は集中しすぎてね。これサポートキャラで変えれるんですよ。やべ、危ね。ラグラグ、重い処理が。はい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 、足食った、危ね。はい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 、あれ変わり身の使うタイミングがなんか敵おかしくない。はいはい、おっと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 、チャクラチャクラチャクラ、はい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 、よいしょ、チャクラを貯めさせてくれ。ちょっとラストぐらい扇で決めたいな。扇なんだったっけこれ、やべ、あぶね。ナルトザラストムービーのあれなんで扇知らないんだよな。見てないんでね、ラストの方は。扇で決めたかったけど決めれなかったな。まだ道の途中だ、立ち止まってはいられない。というわけで今回はボルトと、まあ、サポートのサスケを2ラウンド目は使ったんですけど、次回もこの編成でいこうかな。ちょっと一発も扇当てれなかったから。というわけでお疲れ様でした。ネットワークバトルの初戦やってみた感想なんですけど、まあちょっとリハビリが必要なのかなと。自分の中ではなんかこの変わり身とかチャクラダッシュの使うタイミングとかでいろいろボタン押し間違っちゃうことがあるので、まあそこら辺はフリーバトルの方で試行錯誤しながらやっていきたいと思います。というわけで、ここまで見てくださった方ありがとうございました。お疲れ様です。